爆竜戦隊アバレンジャー2003年放送スーパー戦隊シリーズの第27作であり、爆竜をパートナーとしジャメイ対エボリアンと戦う戦士アバレンジャーの活躍を描く内容でした。前作に続いて3人スタートを採用しつつ、追加戦士にあたるアバレブラックが当初からリーダーとして仲間にいたり、第2の追加戦士アバレキラーは終盤までずっと敵サイドだったりと異色の構成が打ち出されています。2度目の恐竜モチーフ戦隊として10レンジャーよりバリエーションが重視されるとともに、爆竜にキャラクターとしての個性を持たせ、喋る相棒とした点が斬新でした。暴れモードや暴れマックスといった多段変身の本格化や、劇場版ロボの本編登場、アバンタイトル本編後のミニコーナー、スーパーヒーロータイムの枠組みなど後の作品に引き継がれる要素が多く導入されているのも特徴ですね。釣りバカ西との共演などおかしな要素も話題に上る一方、暴れキラー中田美琴との最終盤での共闘や彼の壮絶な最後は今でも高く評価されており、後のバーサスでの復活劇も印象的でした。